こんにちは、速稼塾の久保です。 YouTube の配信で悩ましいことってあると思うんですけども、そういうのを気にしてそういうのを避けて通るようになるといくらでもねやってきます。ですんで自分のスタイルを多少はねやりにくくてもずっと貫いていくと余計な人はどんどん離れていきますから、それをやるといいと思いますね。ですんでチャンネル名を変える必要もないですし、動画を取り下げる必要もありません。その時に感じたことをね配信すればいいと思います。それでずっとついてきてくれる人のために配信しましょう。で、いわゆるね変な人変な人を気にすると変な人に操られちゃいますから、そうじゃなくてねやっぱりこう自分のチャンネルを大切にしてくれる人とだけ付き合っていきましょう。それがねやっぱりたった一人でもいいじゃないですか。自分のことをしっかりと見てくれる人、たった一人でも、少なくとも私はしっかりと見させてもらってますし、からかうつもりもありません。それで十分じゃないですか。で、悪い人はいずれにせよ長続きしないです。去っていきます。それからコメントなどを気にせずに見ないようにしましょう。見ても反応しないようにしましょう。確かに心をねえぐるような言葉が書かれるかもしれませんけども、見ないように意識しないように、そしてですねそちらの方に意識を向けるんではなくて、ご自身の見方、本当に伝えたい人のためにやっていけばいいと思います。私からの意見は以上です。こうやって連絡いただけるってことは私のことを信用してくださってるってことだと思いますんで、私もねしっかりと見させてもらいますし、それからそうですね、何かをやればね何かが起きる。犬も歩けば棒に当たると言いますけども、そこはやっぱりねどっかで乗り越えないといけないですね。お辛い気持ちがあったら私たちでやっぱりこう分かち合いましょう。ということで、 YouTuber は悲しみを半分にして喜びを2倍にするということはあまり聞いたことないですけども、そういう気持ちでやりましょうね。では一旦失礼します。これからも活動しっかりと楽しんでくださいね。 YouTube が大好きなのもそれで十分です。